マネジメントっててていうう言葉をうち社内で廃止しててやっぱりこの才能を管理するっていう考え方が僕らの組織だとすごく傲慢だよねっていう話をしてプロデューサーとプロデュースっていう職種にしてますしプロデューサーってなるとそのベンチマークっていい事例を他社から探せるじゃないですかただいいマネージャーってむずくないですか僕の企業の原点は結構ノブタをプロデュースから来てるんで大人が気づいてない若者だけが見つけてる 熱狂的な領域を、まあ、こう何を言われてもこう自分が突破するむしろそれを。 美味しいと思ってやるってことがすごく大事かなとは思います。常識にとらわれない脱平成マネジメント、マネジメント術ですね。こちらについてお話ししていきたいと思います。片石さん、はぐれ者をつわものに。田口さんが組織内で完結させないっていうか、できないですね。とかできないと。おかえさんがミッションファースト。同じ同じです。同じです。すごい。強い。ミッションファースト。一枚で良かったんですね。確かに願い書かせるっていうのまさにわかります。はい。じゃあ、もう、まさに、まさに、そういうことですよね。これ、あの、実は。 会社のカルチャーを体現するあ1つが2つ目がワンチームで3つ目がリーダーマインドっていう3つあるんですけれどもその1個のにもなっていてそのミッションをすごく大事にするっていう先ほどのミッションなんですけど、うん、行動規範にも1個入ってるっていう意味で、うん、さっきの話は事業戦略上の話なんですけどこっちは組織のあり方の話として同じ単語なんですがすごく大事かなと思っております。うんはい リーダーですかリーダー,シップリーダーマインドリーーダーマインドというのはやっぱり僕らがリーダーシップをちゃんと発揮して責任をまあある意味ですねあの持っているので簡単に言うとちっちゃいことで言うとループ社員はやっぱそのちょっとこう赤信号を渡りたくなる急いでる時期とかあると思うんですよけど絶対に守ろうねとかあ,あ,あなたがあ作っているハードウェアの設計でちょっと例えばその甘いところがあると最後 乗ってらっしゃる方々の安全が害される可能性がありますよとかメンテナンスの話とか、はい、やっぱり僕らが市場とかこの街づくりというものをリードしてある意味ちょっと高慢ではありますがリードしているつまり僕らがミスると全員が不利益を被るよっていう責任を持てっていうのがリーダーマインドなんですけれども、うん、話聞いたけどすごい柔らかい優しい軍隊っぽいですよね<ー> <laughs> だからやっぱう,ん、そうけどあのまさにいつ辞めてもいい、うんうん、そういう組織ねあの個人的にはなんかあの アリ,アリさんとか結構いいなと思っていてあれってあの女王アリがなくなると別のやつが女王アリになるわけなんですけど、はい、大きくなるんですよねで彼らの一番大事なところは種の繁殖であって、うん、ループの一番大事なところはミッションの実現なんですよね<ー>そのループ社員がお金稼ぎたいからとかではなくやっぱり日本というこの都市をアップデートするあの、うん、ためにはこのままいくとだって 鉄道ってどん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 地方から順にできなくなりますしバスもできなくなりますし、うん、やっぱりバスと鉄道のみにすごくあの逆に言うと世界的に超便利なものだったので頼りっぱなしになっていたんですがそうなるとやっぱソフトウェアのアップデートとちょっと遠いので、うん、何かしらそれをつなぐものがあってバスと鉄道がもっと進化するみたいなのをやらないといけないっていう意味でなんかまさにそういうような一で組、ね、式になってるかない。で、はい、でもそこは逆順で <laughs> か組織内で関係なかったらいつやしでっつうかできないできないなって思ってて、はい、いやでも冷静に考えてギャルのこと喋ってると今日もワンワンしてたんですけど、はい、なんか昨日何してたのって聞いたらなんか宇宙人呼んでみたみたいな。 かなんか平気で言って詳しく教えてえい、ー、というところだったんですけど、はいまあ、本当に奇想天外何が起こるか分からないみたいなことを、うん、あの皆さんされていてでそこをマネジメントするって本当にいいのかなっていうのは、うん、私はすごい思っているマネジメントするってことは資本主義の価値観に合わせて彼女たちが持ってる本来の本当に尖りみたいな部分を潰しちゃうことになるから、うんはい、あんまりしたくないなっていうのが実は思ってるから、まあ、マネジメントしない,できないしない,し,ないしたくない。 だけど最低限コミュニティとして共同体として機能する仕組みみたいなところはめちゃくちゃ作っていて関係ささせせななないいいみたいなところもある1個はちゃんとコミュニティにお金を落としてあげる。 いいいうのはなんかすごい大事にしている、うん、なるなほどね、はい、で組織内で完結させないみたいなところでいうととはいえ私もそんなになんかマネジメントとはみたいな感じの、うん、まだまだな感じなので若いからこそできるなって思うのがいろんな人になんかもう助けて分かんないって言えることがマジで強い、ね、そうだからでうちって例えば自動車業界の方からご依頼が来たりとか、うん、それこそあの電鉄さんからご依頼が来たりとかもう業界がとにかくまたいでくるので。うん わかんないから、ちょっと聞かせてください、教えてくださいみたいなことを。いろんな人に聞きに行くみたいなところの。そういう面で完結。させない,い、ね。なるほど。っていうところをやってます。なんだ変えたい。変えたい。あ、よいしょよいしょ。いや、これマネジメント術って書いてあったんで。は、う、い、ん。なんか、ちょっとそういう書いてみたけど。今よいしょ。マネジメントっていう言葉古いっておっしゃってます。あ、そう、そう、俺言ってたなって思って。うん ボールペンで。はい、言葉でもいい。言葉でもいあ、でもいけるかも。あ、これ、これ、やばい。見えないかな。プロデュース。機材がすごいから。ね、機材の力でね。あの、白を取り直す必要があるんだよ。プロデュース。マネジメントっていう言葉をうち、社内で廃止してて。去年から。廃止したんですけど。マネジメント。 とからそのさっきおっしゃってたことで、うん、そその思い出したっていうか、まあ、で忘れてたわけじゃないんですけど、うん、より本質だなと思って、うん、プロデュースとプロデューサーって職種になっていてやっぱりそのマネジメントってその。 結構営業組織寄りの言葉だと思って、うん、そよし悪しはないんですけど、うん、僕らはクリエイティブの職種でなんてうの時間をかけたからいいものができるわけじゃない例えばネタとかもそうじゃないです100時間かけて書いたからってむしろひらめきのが大事だったりする中で、うん、やっぱりこの才能を管理するっていう考え方が僕らの組織だとすごく傲慢だよねっていう話をして<ー>えっとプロデューサーとプロデュースっていう職種にしてますし。 プロデューサーってなるとそのベンチマークっていい事例を他社かから探せるじゃないですか、うん、ただいいマネージャーってむずくないですかっていう組織外から自発的に学習していく上で、うん、例えばミンヒジンもいいプロデューサーだし、うん、秋元康さんもそうだと思いますし、まあ、政治家の方もなんか講義のこう、うん、才能をうまくこう何かに変えてる方っていう、はい、宮崎あ鈴木敏夫さんとかもそうだと思うんですけど、うん、だからこう勉強もできるし気持ちいいし。 まあ、僕の企業の原点は結構、ノブタをプロデュースから来てるんでそれを結構、毎週このプロデューサーって言葉を浸透させたくて<ー>毎週水曜日の6時から7時までみんなでノブタをこう業務時間中に入れる<ー><ー>ちょっと質問が来てるそうなん、はい、です、はいえー、今後、社員の年齢が上がっていったときに、えー、組織の若さという特徴は変化すると思うのですがその点はどのように考えていらっしゃるか。 こちらカタリストどうですか？もっとはいもっと若い人を入れるもっと若い人を入れるもう新人対象を高めるみたいな感じそうですかきつけるようでごめんなさいなぜ若い方がいいと思います？ファッションだからですねあそういうことかはい自分たちのメインの授業があなるほどだからループだったら別にそうは思わないですまあギャギャルと一緒かもしれないですけどある意味 えでも、うん、全そのギャルマインドっていうものって年齢、性別関係なく持てるものにもはやなったなってそう思っているから、うん、実はうちは若さはあまり特徴ではない。 むしろギャルマインドを持ってるか持ってないかがうちはすごいい組織の重要性面白いね <laughs> 年齢とファッションによって区別されたギャルというものが今はマインド化して全体に一般化してるって面白いよね。弊社も多分イトリックの会社よりは平均年齢が5歳から10歳ぐらい高いむしろ自分の部下って自分より年下ほぼいないんですけどなんか何ていうんですかね やっぱり人生かけて日本のためにインフラ作りたいってなっている人って多分、土日とかカフェ行ってて休んでる時もちょっと思い出してるというかこうしたいよねみたいな意味でなんか結構情熱的な人かなり多いし楽しそうに仕事してる人多いんですうち、実は全員出社日っていうのは月1回しか作ってなくて。やっぱ お母さんとかに、ね、お風呂入れって言われるとちょっと入りたくなくなるじゃないですか同じく会社来いっていうのも <laughs> こっちが来いって言っちゃうとああのまあ、ちょっとこう強要されてるお風呂入れって言えば入れたなくなるんだねなくなるものだと思うんです勉強しろもそうですけどなので <laughs> 期待やつから来るよねっていうのが大事だとも思っているのでなんかそういう意味でかなりなんか確かに年齢はあんまり関係なくギャルマインドなのか情熱的なのか分かんないですけどパッションはは持ち得るんじゃないいかと思ってはいますこれ意外に若いと思ってるわけでもないのを最近感じます意外と。けどまあ初期的衝動って意味だとあの若い人の方が強い比率は高いですよね相対的に見て。 なるほどねスタッフからそてギャルマインドを教えてほしいとギャルマインドはギャルマインドは弊社では自分軸と直感性とポジティブ思考の3つで推進力みたいなことなんですけどを定義していてこれは誰でも持てると私は思っていてちゃんと装着できればっていうところがかなと思ってますポジティブになれない人っていっぱいいますよネガティブなんですよってその人がどうすればポジティブになれるんですかでも でなんかそ,そもそも人間はネ、ね、ガもポジそう持ってるものるるなんですけど<々>ギャルのポジティブ性ってそこの,なんかそのバイオリズムみたいな上げも下げも受け入れることだ。 っていうところに、そう、なんか価値があると思って。哲学。そう、哲学になっちゃうから、ビジネス。だから哲学。そう、なんかね、最高のあげを知るためには、あの、作業受け入れろっていう名義を残したギャルが。はい、いるんですけれども、はい、最高のあげを知るためには、作業受け入れなさい。ないそう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 。だから、あの、作業のギャ哲学大好きなんで。哲学ですよ、それ。あ、そうなんですか。そうなんだ。 特力ありますねすごくなんかもともと多分真面目な方なんだろうなっていう印象があってなん,、ね、なんでギャルだったんでですか、ねうん、逆に言うえでもそうおっしゃる通りでもともと超真面目に育って、うん、もう高校2年高校進,学校進んだんですけどもう嫌になっちゃって不登校になって、うん、辞めて家出した先が大阪だったんですけど、うんうん、大阪にその家出した先にめっちゃギャルいて。 えやべえギャルかっこいいめちゃめちゃいい話そんな少年漫画的な展開あるんですねギャルがかっけえでダンダンダンマジかっこいいってなってあでもこのギャルマインドが持ってる見た目も可愛かったけどマインドがとにかくすげえからこれは世界を救えるぞというか変えれるぞと思って それをなんとなくこうビジネスにしてったっていうそか大元やっぱりギャルを哲学的に見たんだねちょっとメタ的にも,もともとギャルではなかったから、はい、そう。 なるほどねそううい見えらここの会社なんてもうエートしか集まんないからもう頭いい人いっぱいいるから頭いい人こそギャルになった方がいいかもしれない頭いい人こそ頭いい人難しいですよねこれ難しい頭いい人こそ先ほどんか嫌だとかってバカとは言わないバカじゃないんだよバカじゃないんだけど勉強たくさんした勉強オタクの人ねこれはまさに勉強ってした方がいいよねっていう前提のなんていうんですか先ほどの固定観念からきていてなんか 別に無人島にいきなり全員今から飛ばされるとしたら勉強多分いらないしむしろ筋トレしてた方がいいしみたいなこう最適思考から遠いことをおっしゃってますよねだからより本質的にな姿で人間として向かうためにギャルと言っているい人間性みたいな欲望みたいなこと前俺言いましたっけ、ね、これ沖縄の話って、うん、いやすごい,すごいあの沖縄にこうつい最近行っったんですよ <laughs> あの小浜島っていうところ <laughs> でそこに行くと星空探索ツアーってあるんです <laughs> で <laughs> 言いましこの話ゴルフ場の真ん中に行って上見るんです最初あんまり見えないんです15分ぐらいするとブワーって天の川が見えるんですドーンってでも15分かかるんです目が赤色さんに慣れて瞳孔が開かないですグーってやっとやっと15分ぐらいでやっと見えるんですそうすると眩しいぐらい見えるんです 見ないでくださいってずっと言われるんです。あの写真撮らないでねって。うんうんうん。慣れちゃうからですね。で、ラスト五分で撮っていいよって言われるんです。ラスト五分撮るじゃないですか。パシャって。で、わ切ないそれ。で撮って見ると見えなくなってる。切ねい。つまり何が言いたいかっていうと、知識によっていろんなもので見ちゃってると実は見えてないものがある。ああ大事。そう。面白い。だから僕は勉強は絶対した方がいいんだけど、勉強絶対主義になると見えないものがあるんです。感情とか。 のパッションとかフラッシュ、うん、そのいわゆる。 ストロボ用のなんか自分で好きな漫画にあの三国志を描いた漫画なんですけど、はい、あのそのまあなんか将軍責任者がいるんですけどその責任者が部下にすべて学んで全部忘れろってあの知ってるんですよ <laughs> そのちゃんとすべて学んだのかっていう <laughs>、うん、でオッケー学んだんだなじゃあ全部忘れろって言って、えー、なんか動始まっていくというかとてもわかりますはいが多分大事だしやっぱ本質的に人間ギャルなんでしょうねどうやってこれを剥がして <laughs> 人間らしさみたいなね <laughs>、うん、それをこう、うん 人間ってギャルだったんだねギャルギャルじゃなかったんだギャルから進化したんで勉強とかしてちょっとずつなんメガネとかかけてギャルじゃなくなっておた。さんもしギャルに戻るんじゃない今までアプリの恋がなかったですねめちゃくちゃ面白いちょっとね若者経営者って最後に気をつけてること聞いて気をつけてるそこはでもリアルに気をつけてることけど若くて多分その同世代ってやるんだったらそのちょっとミッションファーストに近いんですけど